さあ、じゃあ続いていきますか。うん、行きましょう。あ、これ行きましょうね。これ行っとかないとね、うん、そう、やらないと。これ行っとかないと、はい、そうですね。はい、劇場版ソードアートオンラインの、大紹介の前に、なんだ前にって前にの前に、うん、何ですか。はい、松岡くんが主演、しておりますね。現在絶賛公開中の、はい、劇場版ソードアートオンライン、はい、プログレッシブ、星なき夜のアリア、はいはい、なんですけれどもね、こちらの、ね、魅力をぜひとも語ってもらいたいんですが、ただ告知させるのも番組的になんなんでってなんなんで、なんなんでってなんなんで、今回は、私とある勝負をして勝ったら思う存分アニメの告知をしてもらいましょうという企画です。なるほど。普通にトークさせるっていう話じゃなかったのかよ。そういう今優しい流れだったの。俺今あれだぞ、カンペ丸読みしてるからな。俺だって別に普通に紹介したらいいじゃないって思ってるよ。そうですね、10月30日から公開するんですから。俺はいいと思うんだけど、ちょっと向こうの方でこうやられてるから、はい、弱めの付き合ってもらっていい？わかりました。やってみるか。まえちゃんさっきやれやれって言ったろ。え？言ってなかったの？何ですか？え？ちょっとあの子向こう側の今気持ちになってるのかな。そんなことないですよ。そうですか。はい、はい、ということで、まあ早速ね、じゃあ勝負の方参りましょう。勝負の内容こちらです。はい。え？ん？真剣白刃取り。ん？字がちょっと気になりますね。すごい。SAO って書いてあるけど。これ。真剣白刃取りをローマ字表記すると、ソードアートオンラインの頭文字が入っていたので、これで勝負したいと思います。無理やねー。そんなことある？イエーじゃねえんだよ。イエーじゃねえの。はい。ありがとう。ということで場所を移動しました。はい、来ましたね。移動しました。では真剣白刃取りのルールを説明します。はい、まず、私と松岡くんが先攻後攻に分かれ、3本勝負で成功した回数が多い方が勝利というふうになってますね。なるほど。はい。同点になったらサドンデス。サドンデス？どちらか1人が成功し1人が失敗した時点でゲーム終了と。ということでございます。そして、おもちゃの竹刀を振るのはこちらの方。我々は受けるだけってこと？私がやるわけではない。ちょっと待って。ちょっと待って。嘘でしょ。ウィーンガシャ。ウィーンガシャ。ウィーン。やる気出せよ。すごいぬるっとって言われた。弱い弱だったけど。この手作り感満載の段ボールのね。はい、アーマーですよ。これやるんですか。はい、こちらの辻ロボットがまえちゃんの言いなりになるの で、 そうですか。指示出したらその通り動くんですって。なるほど。ちょっとやってみて。はい、辻くん。はい、切れ。早い急にここだけスピードになってさっきのウィーンガシャンのスピード考えてみろよ。志村さんの志村さんの可愛いポーズして考えてきなさいよ考えてきなさいよ。ないの？ちょっと出てこない。打ち合わせしたのよ。ロボット出てこない。オイル刺しといて。オイルすいません。おい、すごいですね。打ち合わせとは何ぞや。本当だよ。話したぞこの話。話しときなさいよ。こうね。そう、プンプンね。プンプンですよ。プンプン。届かないじゃないんだよ。なるほど、邪魔で届かない。関節が。関節が。ロボ関節弱。考えて作りなさいよもう。動けんやん。ということで今回はまえちゃんに、こちらの札。はい、これですか？を持ってもらって。はい、これ。挑戦者の後ろに立ってもらいます、うんうん、で、まえちゃんのタイミングで札を上げ、その指示の通りに、辻ロボットが竹刀を振り下ろすという感じになってます。なるほど、なるほど、です。先攻後攻を決めましょうか。どうする？じゃあ、いきますよ。お、分かった。
最初から。うわー、はい、あ、そうよ。ということで。あ、そうね。まあいいでしょう。うん、別にここでなんかそんなやいのやいの言うことでもないんで、はい、じゃあ、ね、行きましょうか。どっちがいい？やっぱり先に僕は。わかりました。じゃあ坪くんから行きましょうか。ええ、うん、はい、やけどはしない方です。うん、いや別に。あ、土足でいいんですか？別に。うわ、すごい、なんか背徳感。ちょっとなんか畳にね、なんか、あ、なるほどなるほど、ちょっと気持ちはわかる。なんか畳とかってちょっとなんか土足ってなんかね、わ、うん、かる、はい、ちょっとこれでいいですか？辻ロボどこ、なんか意外と圧迫感ある。これ見えてない？大丈夫？え、大丈夫か、うん、多分大丈夫、大丈夫そう。いや画面がね、うん、怖い。はい、この辺にしよう。私危ない。じゃあそれじゃあまやちゃんの良きタイミングで、はい、俺これどこにいたらいいんだこれ。その辺に行きましょうか。はいはい、うん、これこの前、はい、じゃあまやちゃんの良きタイミングで、はい、行きたいと思いますよ。お願いします。それでは参りましょう。松岡がチャレンジ、真剣白羽乗り、よーいスタート。これ聞いてないですか？なあ、暖かい。林間学校ってめんどくさいと思ってたけど結構楽しいんですね。自然も空気も綺麗だし、それに隠れずに先生とお泊まりできるんですもんね。ねえ先生、今夜こっそり先生の部屋に行ってもいいですか？今日はずっと一緒にいたいな。こういうことですっていう、これを楽しむんです。なるほど、わかりました。で、お互いにこうやって、ね、それにセリフを返すという、ね、俺が先にやっておけばよかったね。確かに確かに、まあまあ、意図は理解できました、うん、よかったです、うん、はい、ということでございます。どうしようかな、じゃあこっち行くか。どうしようかな、あ、いや、こっち行こう。子供でお願いします。はい、何でしょう。まさか乗った、ごめんなさい。よし、行きましょう。何でもありません。子供でお願いします。はい、わかりました。近くない、出ちゃうもん、出ちゃうんで。そうそう、そういう生理現象なんで、すいません。今みんなしヘッドホンですごい臨場感たっぷりのくしゃみを聞いたよ。行きましょう行きましょう、時間なくなっちゃう、はいはい、行きましょう。松岡くん行きましょうか。わかりました。じゃあどんな感じで。じゃあ弟でいきますよ。ということはお姉ちゃん、私は姉ですか？姉で、はい。うわー、あったかい。寒い。ちょっと姉さんの方が毛布広いじゃん。ずるい、俺もうはみ出てるよ。ほら姉さん足冷たいだろ。姉さんあったかいな。眠くなってきたな。姉さん、なあ、やめろやめろ、ね、やめろやめろ、ね、やめろやめろ、自邸を連れてくんじゃねえよ。自邸を連れてくんじゃねえよ。やめろ。捉えてるわ、捉えてる。すげえ、仲のいい、ね、あいつの姉さん、姉さん、姉さん、姉さん。いかん、笑ってしまう。まやちゃんの話するとなぜか分かんないけど、うん、姉さん、姉さん、なんですかね、分かんない、うん、なんで、なんでそこビーダーコンってしちゃうのかなっていう、うん、はい、次じゃあ行きましょう。私で行きますね、はい、お客さんとおかみさんという設定でお願いします。お客さんとおかみさん、はい、お風呂に来たお客さんという感じですね、うん。なあ、暖かい。温まってきましたか？当旅館の露天風呂は昔ながらの五右衛門風呂を使用していまして人気があるんですよ。え？一緒に入ろうって？何をおっしゃるんですか？でも温まってみようかな。おい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 、なになに、いやー、なんかカポンってなっちゃうやつ、カポンってなっちゃうやつ。いや、いいな。それはなんすか、比喩ですか？比喩です。比喩、
パポーン。比喩です。僕はオチってことですか。最後、まあオチ、別にオチじゃなくとも。何が来るんだろう。なるほど、わかりました。いやしてください、はい、よし、じゃどんな感じでいきましょうか。あと、うん、2人でペンションに来ました。お真冬です。真冬、うん、オッケーです。お設定あったかい。YouTube で見られるのはここまでです。本編を全部見たい方はここをタップしてくださいね。アベマプレミアムなら僕たちの限定トークも声優と夜遊び全シリーズも全部見れちゃいます。みんな一緒に夜遊びしようぜ。